羽ばたけよスワンダイバー。いっせーの、もとき。はい、ということで三代高市にあります日本の滝100選に選ばれております、なえな滝にやってきました、ね、うちのお母がめちゃくちゃ勧めていたのでどんな滝か見に来ました。涼を求めて見に来ましたけどもね、500メートル先にあるんですね。うん、あれ、これ結構山登りなのかな、登山なの、マジで結構きついのかな。じゃあ行きましょうかね。あれあれ、いきなり滝があるの。あ、人いっぱいいる、すげえ人いる。あ、これ吊り橋だ、すげえ人がいっぱいいますね。まさかこれがなえな滝じゃないですよね、これね。すげえ、これでもまあすごいけどね。うわ、吊り橋、よし、あと300メートル。よいしょ。あ、ここからなんか登山っぽい。まあ、あと300だっけね。あと200メートルだ。よいしょ。よいしょ。あれ？あれ、ちょっと遠くになんか滝見えるな。あ、多分これがなえな滝でしょうね。よし、行こう。よし。よし、よし。もうあと180メートルぐらいじゃないか。あ、ここからもよく見えますね。あの吊り橋渡っていくんだな。よし。あ、これ吊り橋か。ここ渡っていくわけね。よし。あ、観光客がそこから撮ってるね。うわー、こっからの川の流れいいね。で、うおー、いやー、こっからでもかなり勇壮な滝ですね。いや、俺このクラスの滝見ての初めてかも。すげえ、これ伝わってんのかな。うわー、すげえなー。あ、ここまでしか行けねえんだな。若いカップル大丈夫か。若いカップルすごいところで撮ってるけど大丈夫か。何かあったらすぐ助けるからな。うわー、
ということで妙高市のナイナ滝に着きましたけども、どうですか皆さん、どうですか、こっちこっちどうですか皆さんね、えすごいですよ、まあ、今どう映ったか分かりませんけども、僕も生で見てますけど、ものすごい勇壮な滝ですね。さすが百選に選ばれたものだなって思いますね。まあ、ぜひですね、皆さんも見に来てみてはいかがでしょうか。ただです、無料ですからね、はい、意外とすぐでしたね。なんかもうちょっとあの道のりが困難でいろいろあるのかなと思ったらすぐ来れましたんで、はい、カップル、カップルしてる、カップル、もうちょっとかがむとやばいですよねもうちょっと今日アップして、アップ、あ、かがまなくなりましたね。じゃあ滝とスカートビジョンを見て帰りたいと思います。あのカップルが帰ったので、これも注意してね、ちょっとソロまで行きたいと思います。いや、こっからどうしようかな。いや最高、もうなんかね、今までいかに俺が汚れていたか、なんかすげえ心が洗われましたね、すごい、もう明日から頑張れそうですね。ありがとうございました。いっせーのー、またき、ね、やっぱりちょっとリセットされたんで忘れちゃいましたね、掛け声ね、はい、よし戻りましょうか。なんかね、もう一箇所
いい絵が撮れるところを教えてもらったんだ。ここか、ここだわ。あ、はあ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 、あいいじゃんいいじゃん。これさっき僕が登ってた岩ね。あ、こういうことね。あ、ちょっと近づいた感じだよね。あ